安倍忠事件。安倍貞事件は、中井であった、安倍正が1936年、昭和11年5月18日に、東京市荒川区奥の町合で、成功中に、愛人の男性を虐殺し、局部を切り取った事件。事件の了期性ゆえに、事件発覚後及び安倍正逮捕、同年5月20日後に号外が出されるなど、当時の庶民の興味を強く引いた事件である。 安倍忠し、安倍貞、1905年、明治38年5月28日生まれ、東京市神田区新銀町、現在の東京都千代田区神田田町出身。芸者や、娼婦などをしながら、各地を転々として暮らしていた安倍忠しは、名古屋時代から交際していた中京商業高校の校長で、名古屋市議会議員の大宮五郎の紹介で、東京、 中野にあるうなぎ料理店、吉田屋女中として、田中佳代という偽名で働き始め、その店の主人、石田吉蔵に惹かれる。吉蔵も次第に、安倍忠に惹かれ、二人は関係を持つようになり、他人に気づかれないように店を離れたびたび二人、会うようになる。石田と、定めは駆け落ちし、待合を転々としながら、奥の待合旅館、正木に滞在した。愛の行為の間、 テはナイフを石田の陰形に置いて、もう他の女性と決してふざけないこととすごんだが、石田はこれを笑った。二夜連続の性行為の最中、テは石田の首を絞め始め、石田は続けるように定めに行った。成功中に首を絞める行為は快感を増すと、石田はテに行ったという、窒息プレイ。1936年、昭和11年5月16日の夕方から、 定めは、オルガスムの間、石田の呼吸を止めるために腰紐を使いながらの、成功を2時間繰り返した。強く、首を絞めた時に、石田の顔は歪み、鬱血した。ただしは、石田の首の痛みを和らげようと銀座の、資生堂薬局へ行き、何か良い薬はないかと聞いたが、時間が経たないと治らないと言われ、気休めによく眠れるようにとカルモチンを購入して旅館に戻る。 その後、テイは、石田にカルモチンを何度かに分けて、合計三十錠飲ませた。ただしが居眠りし始めた時に、石田はテイに話した。俺が眠る間、俺の首の周りに腰紐を置いて、もう一度それで締めてくれ。お前が俺を締め殺し始めるんなら、痛いから、今度は止めてはいけないと。しかしテイは石田が冗談を言っていたのではと疑問に、思ったと後に供述している。 5月18日午前2時、石田が眠っている時、定話2回、腰紐で死ぬまで、彼を締めた。ただしは後に、警察で、まるで重荷が私の肩から持ち上げられたように、石田を殺した後、私はとても楽になったと供述している。ただしは、包丁で、彼の正規を切断した。雑誌の表紙に、ハトロン氏とも、陰茎と睾丸を包み、逮捕されるまでの3日間。 彼女はこれを持ち歩いた。そして、彼女は地で、シーツと石田の左太ももに、ただし、石田の基地二人きりと、石田の左腕に、手へと刻んだ。石田の捨ててことシャツを腰巻きの下につけると、手へは、宿の人間に、吉蔵は具合が悪くて寝ているので午後になるまで、起こさないでと言い、午前八時頃に宿を出た。宿を出た後、手へは、 大宮五郎に相繰り返し彼に謝罪した。しかし、テの殺人をまだ知らない大宮は、テがもう一人の恋人を連れて行ったことを謝罪していると勘違いし、大宮はさほど気にせずその夜は、帝と肉体関係を持った。定めの謝罪は、自分と大宮の交際がスキャンダルを引き起こすに違いないということを知っていたからである。しかし、5月19日に、新聞は、 安倍正し事件を報じた。大宮も後に法廷で定めとの関係を証言することになる。この事件はすぐに国民を興奮させた。そして彼女の捜索について引き続いて起こる熱狂は安倍正しパニックと呼ばれていた。売り座ね顔で髪を夜会巻きにした細身の女性を手と勘違いし通報を受けた銀座や大阪の繁華街は一時騒然としてパニックになった。 ただしが現れたという情報が流れるたびに、街はパニックになり、新聞はそれをさも愉快に書き立てた。この年に起こり失敗した2.26、事件クーデターの引用で、目撃例の犯罪が、試み18、5から18、または5月18日と風刺的に呼ばれた。上野動物園黒表脱走事件、2.26、事件と合わせて、昭和11年の三大事件と呼ばれている。 5月19日、テイは買い物推し映画を見た。5月20日に、品川の宿、品川館に、大和田直なる偽名を使い宿泊、大阪へ逃亡する予定であった。そこで、彼女はマッサージを受けて、3本のビールを飲んだ。彼女は、大宮五郎、友人、石田に、別れの手紙を書いていた。午後4時、高輪署、安藤刑事は、偽名で登留している彼女の部屋に来た。 安倍忠を探しているんでしょあたしがお探しの安倍忠ですよと、さらりと言うと逮捕された。刑事たちは、帝の落ち着いた態度に驚いた。帝は、逮捕されると、私は彼を非常に愛していたので、彼のすべてが欲しかった。私たちは正式な夫婦ではなかったので、石田は他の女性から抱きしめられることもできた。私は彼を殺せば、他のどんな女性も二度と彼に、 決して触ることができないと思い、彼を殺した、なぜ、石田の正規を切断したかは、私は彼の頭か体と一緒にいたかった。いつも彼の側にいるために、それを持って行きたかったと供述している。この犯罪の詳細が公表された時のデマでは、石田の陰茎が驚異的なサイズであると切り出した。しかし逮捕の後、邸に質問した警官はこれを否定した。 石田のものはちょうど平均であった。私を性的に喜ばせたいというテクニックと、奉仕的な愛撫をする石田が好きだったと、定めは答えている。定めの逮捕後、石田の陰形と抗丸は、東京医科大学の病理学博物館へ送られた。第二次世界大戦後間もなく、一般に公開していたようだ。裁判の結果、事件は、地上の末と判定され、定は、 懲役6年の判決、休憩10年を受けて、服役、1941年、昭和16年に、期限2600年を理由に恩赦を受け出所している。事件発生後、安倍忠氏が切断した正規を、どう表現するか、各新聞社は頭を悩ませた。陳歩、おちんちんなどでは、品位がないし、男性期、生殖期などでは生々しすぎたからである。 またこの事件のメインテーマでもあるため、お茶を濁してごまかすわけにはいかなかったのである。苦慮の末、局所、下腹部という表現が用いられて報道され、これ以後は正規部分を表す言葉として定着した。この事件を元にした数々の映画や小説なども制作された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。